中国海警局の動きが尖閣諸島と南シナ海スカボロー礁でさらにエスカレートし、アメリカが大激怒との情報をキャッチしました。今回は中国海警局の対応と尖閣諸島とスカボロー礁の動きを追っていきますね。スカボロー礁は日本の尖閣の未来の状態かもしれません。そこにあるのは現在のフィリピンに対する海警局の動きです。またまたサンゴを埋め立てのために放出しているとの話も出てきました。国連常任理事国のすることかな。最後まで見てくださいね。フィリピン当局は4月30日、中国と領有権を争っている南シナ海のスカボロー礁、中国名キーワ島周辺で、中国海警局などの船がフィリピン船2隻への衝突や放水を繰り返したため、2隻とも損傷したと発表しました。発表によると、同日午前10時頃、漁船に食料や燃料を提供する任務についていたフィリピン船2隻に向け、中国の海峡船など10隻が高圧放水を行ったとのこと。フィリピン船は8回以上の放水と3回の衝突を受け、手すりなどが損傷したそうです。フィリピン側は、フィリピンが自国の排他的経済水域 EEZ 内で合法的な活動を行っていることを無視した無責任な違法行動と声明を出して非難しました。対する中国海警局報道官は、同日、早速、不法侵入に対して必要な措置を取っただけだと正当化する談話を発表しました。日本での事件を紹介します。石垣市は4月27日、尖閣諸島の海洋調査を行ったそうです。その際、中国海警局の艦船から調査船まで約 1km 距離に接近されました。昨年1月に実施した2回目の調査では、中国艦船は調査船から目視が困難なくらいの距離を空けて追跡されていたようです。つまり、今回の調査に対して、中国側がより強硬に対応してきた可能性があると見る向きもいるようです。この日は、調査船に、防衛省経験者の稲田衆院議員などの国会議員が乗船していることが公表されていたため、メンバーの一人青山参院議員は、中国側が情報を得て、日本の国会議員が多く乗っていたので、圧迫してきたという推測を示したそうです。海上保安庁は、領海侵入した中国艦船2隻に対し、巡視船を10隻以上動員、進路規制などを行い、中国による調査の妨害を阻止しました。前出の青山氏によれば、調査船がドローンを飛ばした際、中国艦船が飛行ルートの下に先回りするような行動をとったため、彼はドローンが撃墜される危険性があったと話しました。また、中国側は尖閣周辺の海底などを熟知していますが、日本は海底調査を行っていないとして、政府の対応を求めたそうです。乗船したメンバーの一人和田衆院議員は、調査船を妨害するような中国艦船の行動に、尖閣が本当に日本の施政下にあるのだろうか。我々の領土を守るため、今後は積極的に施策を打ち出すべきと強く主張したとか。こういった中国の行動に対するネット上の意見を見てみます。日本やアメリカは、一体、いつまでフィリピンに孤軍奮戦させるつもりなのか？今回の事例は、中国による国際法違反というだけではなく、巡視艇が損傷するほどの高圧放水や物理的な衝突をしたことは、立派な攻撃であり軍事活動ではないか。独裁国家は、民主国家の躊躇、決断の遅さ、外交的不作為につけ込んで、悪用する。放置すれば、さらなる侵略を進めるだろう。それが歴史の教訓ということじゃないか。アメリカは中国を批判はしてもフィリピン側に立って対応することは絶対ない。フィリピンと軍事協定を結んでいるのにもかかわらず、結局アメリカは中国との戦争は何があっても回避したいということ。中国にそれを見透かされているからこそ、中国はフィリピンにこういった行為を繰り返して、フィリピンを島から追い出そうとするんだろう。中国のやり方を見て、
ロシアや北朝鮮以外の親中派国が、これじゃ、中国とはうまくやっていけないと発言するのなら、中国も強硬な態度を変えるかもしれないけど、中国から経済的な恩恵を受けている国は、正義より自国が大事なのは当然。となると、日本も危険だと思う。例えば、中国軍が尖閣に上陸して既成事実を積み重ねても、アメリカは排除しようと動きはしないと思う。すぐにでも、中国の決断次第で尖閣に上陸される可能性がある。しかし、そうなったとしても、海上保安庁も自衛隊員も動けないだろう。明日は我が身。フィリピンほどの気概があれば、中国が尖閣諸島で、これほどに我が物顔のやりたい放題はできないはずなんですけどね。いずれ、中国は必ず行動を起こすだろう。だからといって、無人島の争いごとにアメリカが出動するのはありえない。もし虎が現実化したら 100% ない。アメリカ軍を引っ張り出すには、まず日本が流血覚悟の気概で中国と対峙、日本の尖閣への上陸作戦を成功させなければならないことになる。日本が尖閣に駐屯すれば無人ではなくなるし、中国が再度の上陸とばかりに火器を使ってきたら、アメリカ軍も重い腰を上げざるを得ないだろう。それまでは、日本の得意とする移管砲をアメリカ軍も撃ってはくれるだろうけど、そこまででしかない。もっとも、日本の移管砲とは違って、空砲だったとしてもアメリカ製なら煙ぐらいは出るだろうね。だからといって、そんなものに中国がビビってくれるとは思えませんが。この件だけでなく、中国や韓国野党の言動や行動に対し移管法でしか対応しないのはどうしてでしょう？もっと厳しく対応すべきでは？時には中国の海上警備船との体当たりの上、自国領土への侵犯行為として打破すると宣言するぐらいの気概を見せてくれてもと思うんですよね。韓国の竹島上陸に対しては自国領土への度重なる侵略行為としてしっかりとした対抗策を講じるべきではないかとも思う。例えば、強硬派の日本の政治家たちも竹島に上陸するとか、今まで国民相手に勇ましいことは言ってますが、実行したことはありませんよね。言葉通り、一歩も引かない覚悟を見せていただきたいものですよ。まずかいより始めよってね。政治家がお手本を見せてくれなきゃ。石垣氏が企画しチャーターした調査船に自発的に乗っていた国会議員。つまりは個人参加でしょうか？料金はどこから出たのかは明らかにしていませんよね。日本政府が仕立てた公船ではないことになっていますが、日本政府の関与は領域内での自国民の活動の安全を確保するため海上保安庁の警護活動だけです。海保は今回も海峡を寄せ付けず、放水、接触といった事故の発生を防いで安全を確保し、日本政府の実効支配をしっかり見せつけてくれたという声も聞きました。この石垣市の調査船には、メディアクルーが乗船したり、ドローンの搭載もあったようです。フィリピンの南沙のような事件を期待しているとは考えたくありませんが、メディアの活動が、中国や日本政府に向けた政治的挑発、もしくは自己顕示だったんじゃないかという意見もあるようですが、今や御用機関に化したようなメディアに、そんな気概があるでしょうか。あったらむしろ喜ばしいと思いますけど。概要で、1000トン以上の船舶が一定の進路速力ではなく、不規則な航行で 1000M まで接近するのは、極めて危険な状態と言われています。しかしながら、海軍や法執行機関の艦船が、対象国などの船舶に対し、監視や法執行を行う際には、1000M という距離まで近づくことはあり得ることですし、国会議員がいたからというのは少し歪った見方では？国会議員が乗っているから少し嫌がらせしてやろうぐらいは考えたのかもしれませんけどね。もう一つ、海峡船が日本のドローンを撃墜するかもしれないという不安を訴えた議員がいたようですけど、海峡船の対空能力、そもそも海峡船は軍艦じゃないので、対空戦という概念もスペックも持ってませんわ。軍艦に比べて極めて限定的ですし、調査船から魚釣島にドローンを飛ばしたとしても、
海峡線の上空を飛ばない限り、撃ち落とされる危険はありませんから、心配ご無用でした。